武漢地下鉄とは、中華人民共和国古北省武漢市並びに、学習市で運行されている、地下鉄、高架鉄道を含めた、都市高速鉄道の総称である。2004年7月28日、1号線の棟、関駅広報駅間の開通を皮切りに、現在では、全旧路線240駅を営業しており、武漢市は、北京、香港、天津、上海、 甲州に次いで、中国で6番目に、中、西部では初めてメトロが開通した都市である。武漢軌道交通とも呼ばれる。武漢地鉄集団有限公使が、武漢市にあるすべての地下鉄路線を経営しているので、武漢にある地下鉄道路線と、武漢地下鉄または、武漢軌道交通とは事実上同一の定義である。2019年6月現在は1号線、2号線、 3号線、4号線、6号線、7号線、8号線、11号線と平線を運営している。武漢市で運行されている地下鉄路線に対して下記2種の故障が併用されている。地鉄は中国語で地下鉄道の略語である。一部の路線に広角間があるが大部分が地下区間であることにちなんで路線経営者の会社名。 武漢地鉄集団有限公使などに通称名として使われている。この故障は日常で圧倒的に多く用いられている。社内アナウンスや国家発荒ために提出される路線計画書などでは武漢軌道交通との表現は公式名称として用いられている。武漢地下鉄の進化武漢地下鉄の運賃加算は大記録完成を採用する。 武漢地鉄集団有限講師のホームページに掲載される運賃加算についての説明によると、大人と小人を問わなず、9km 以内の初乗り運賃は2元、人、9から 14km は3元、人、14km、超過後の距離区分を前の区分より 2km 長く取る。ただし、乗車時間は180分間まで。 超過すると最高運賃で支払うことになっている。2019年6月現在、以下の急路線が営業中。武漢地下鉄1号線の車両武漢地下鉄2号線の、車両武漢地下鉄3号線の車両武漢地下鉄4号線の、車両武漢地下鉄6号線の車両武漢地下鉄7号線の、車両武漢地下鉄8号線の車両武漢地下鉄11号線の、 車両武漢地下鉄ビラ線の車両、武漢式道交通第4期建設計画で国に提案し環境保護部による環境審査を通過した路線は、66号線、第2期、1010 10号線、1212 12号線、13号線、14号線、16号線、19号線、20号線、21号線、第2期と7前川線であり、 総キロ数は397.6キロメートルである。ありがとうございます。